とびっくりした。200回目ありがとうございます。ね、今日雨、大雨みたいだね。皆さんも気をつけてください。雨は油断すると怖いです。本当に危ないから気をつけてください。なんかちょっと黒隠せばよかった。暗くない。今日は暗いからちょっと目にはなんかもう夜みたいな明るさなんだけど。ありがとうございます。昨日はめっちゃ楽しくて、めっちゃ楽しかったです。なんかさ、こうさ、いっぱいいっぱいだったんだけど、本当に先輩たちが本当に優しくて、本当に優しくて話も聞いてくださるし、本当に優しかったです。ありがたい。美味しい。なんかこう、なんかちょっと気が楽になったっていうか。ありがとうございます。昨日も楽しかった。シンポジだったんですけど、本当にさ、あの思える時間がなさすぎて、なんか完璧に踊れたかって言われたら全然ちょっと間違えちゃったところがいっぱいあるんですけど、でも念願のこんな私にもできる、できました。嬉しいですね。時間がないは、あの SKE ダッシュだったから一人の歌ありなかったんですけど、皆さんポジできたから、私なんかにもできますね。私なんかにもできる、できました。嬉しかったです。ね、本当になんか。今日は配信中に眠くならないように飲み物とお菓子があります。お菓子を泉、眠くなったら食べる。ありがとうございます。強制的に起きたいと思います。血糖値爆上がりで眠くなっちゃうんですけど、楽しかった。まあ、今日も相当眠い。今日も相当眠いけど、
ありがたいことに夏はねいろんなことがあるからこうやって忙しくさせてもらってるんですけど、まあ、まだまだ長いですよね。頑張りたいと思います。夜配信はないです。なんか私の花火一番最初に作られたんですけど、ちょっと低かった、低かったよね。普通にさ、もうちょっと上が良かったね。エナさんポジでした。しれっとみおさんに、西のみおさんに一番好きって言われた。しれっとね、しれっと言われた。おはようございます。ほら見て、体にピースしたくて体にピースしたかった。普通に体にピースしたい。いいよ。ゆうちゃんに絡んでる後輩サータン以外にいるのか。それが問題なんですよ。なんか一昨日ミオさんのストーリーにレナがいたんですよ。あれを見て大傷つきしたので大傷つきされたんですよ。だからそれを伝えたんですよ。大傷つきしましたって。なんかストーリー、なんかストーリーに載せないでくださいよでさ、でもミオさんとの仲良くしてる歴が違うので、レナよりも長いから自慢とね、レナに対しての。あ、そういうのいいです。そういうのいいんですけど、今私は一番をもらったので、オッケー、オッケーです。嘘、ストーリー載ってるんですか。気が向いたらあげるって言われたんですけど、あげてもらえたんですね。違うよ、何番かなんて聞いてないよ聞いてないよ。いいです、いいです、いいです。そういうエピみたいなのいらないです。私とミオさんは永遠の愛でつながっています。そういうのいい、そういうのいい。なんか傷つけないで、傷つけないで。そういうの、そういうのいい、大丈夫だよ
はようございます。みおさんに呼んでもらえないなら私が呼べばいいという考え。違うでしょ、違うでしょ、分類違う違うと思います。後輩でだと思います。っていう幸せ。あまりにも急に言ってもらえたからちょっと反応できなかった嬉しかったです。天気悪いね。こんな暗かったことないもん今まで。なんか人だけめっちゃ否定してくる。やめて。今幸せな気分だからあんま言わんで。おはよう。ゆきありがとうございます。爆睡寝れるパジャマ、寝るときに服装関係ないよ。もういつも爆睡だよ。でもなんか寝るとさ起きるからさやだよね寝ると起きるじゃん絶対一瞬で。それがやだ。なんかちゃんと休んでる感が欲しい。4時間寝たら4時間寝たって事実をなんか脳みそに分からせたい。4時間7歳も寝てますよみたいな、1時間経過みたいな、そういうのが欲しい。なんかあまりにも一瞬すぎる。2時間経過とか言ってほしい。ちゃんと寝てるって分からせたい頭に。ありがとうございます、やっぱ違う。なんかさ昨日はさまあ死にがけだったけど飲み物あるの全然違う。飲み物飲むとちょっと起きる。ちょっと起きる。だいぶ体リピースしてるよこれ。
ございます。めっちゃ黒くない？あまりにも黒い、あまりにも黒くてびっくり。ありがとう、ありがとう。可愛いだけじゃダメなんだけどね。目標は押さなきゃ、押さなきゃって思わせること。なんか本当にツーショットの時になんかあんまり見たことない方とか、公園のお見送りで1回ぐらい見たこと、1、2回見たことあるなってぐらいの方とかが来てくださって嬉しかったです。おはよう。どういうことだよ。サタファンの方見てないようで見てるよね。見てないようでなんだ。不思議だね。本当にびっくりしたんですけど、何がだっけ？ん？何がだっけ？あ、
そうだ、今週もう愛知なんですよ。本当にびっくり。だから、で金曜日は制服の目もあるんですよね。ちょっと久々すぎて覚えてるかな。まあ、そうなんですよ。月曜日月で、だいぶあれですね。結構だいぶ詰まってますね。なんか本当に先輩方もさ、ファンの方もさ、結構体調不良の方が多くて、先輩方は特にさ体調不良の方が多いから、なんかね、本当楽しいな、いやバグったバグった気をつけないといけないです。重いんだよね。ありがとう。なんかポスト見たよ。ありがとう。そう。でもさ、結構さ、私の周りでさ、お話してた先輩とかもさ、体調の悪くなっちゃってるんだけど。なんか私映ってなくて、全然ココハちゃんもさ結構さ、まあ、大変じゃんだけど、ココハちゃんから映ってない。まあ、なんでかっていうと不仲だからなんですよ。不仲だから映らないんですよ、風も。こういう時のために、そう、こういう時のために不仲であったみたいな感じですよね。嘘ですけど本当に心配です。早く元気になってほしい。
どういうこと？おはようございます。どういうことだそれ。ありがとう。言い方入り浸るの言い方ね。おはようございます。なんか食べたいな。起こしたい、起こしたいよ自分を。起こしていきたいと思います。皆さんもさ、なんかさ、車で通勤とかさ、電車で通勤の方さ、大変なんじゃない？でも家があるのって当たり前じゃないじゃん。縄文時代の人はさ、自分で作らないとさ、なかったわけじゃん。だから縄文時代に大雨ってなかったのかな。さすがにあったはずだよね。さ、絶対さ、なんかさ、台風とか来たらさ、縄文時代のお家ってさ、絶対壊れるじゃん。そのためにさ、作ってるんでしょ。なんかそれ考えたら今さ、こうお家の中にいるのってさ、めっちゃ幸せじゃん。大変だったっていうの、縄文時代から来た人みたいな言い方されてますけれども。
かわいそう、かわいそう、それ山マンモスも困るよ、そりゃそうだよ、生きてるんだもん。だからさ、家作る職業ってさ、すごいよね。普通にドラえもん並みに結構すごい人だよね、家作るの。綺麗な水がね、なんか今まで衣食住の中で一番大事なのは食って言ってたんですけど、最近食じゃないなって思い始めた、住だなって思いました。銃だなって、普通に銃でした。暗っ、下から初めて撮ったわ。楽楽だけど絶対不細工、これ下から。なんか例えばめちゃくちゃめちゃくちゃ雨も入ってくるし虫も入ってくるしみたいな、お家に住んでてめちゃくちゃ美味しいご飯を食べても微妙いなって。逆にめっちゃいいお家で出された給食でもめっちゃ美味しいんじゃないかって思うんですよ。最近の給食美味しいんであれなんですけど、私の学校の給食めっちゃ美味しくて、なんかすごかったですよ。なんか給食なんちゃらみたいな、なんか選ばれるみたいな、小学校。そう、なんか大事だなって思い始めた。まあ服がなくても美味しいご飯は美味しく感じると思うんですけど、だから別に胃はそんな大事じゃない。今は歯分かると思うんですけど、胃は大丈夫じゃないです。あ、大丈夫です、胃は大丈夫、胃はそんなに気にしない。もう毎回トレーナー来てるんで。で、今の私の順位は10、食、胃です。給食員、おはようございます。昨日は今年初めてエアコンをつけました。
リモコン見つかったんで、ママに聞いたら一発で言ってくれました。なんでか分かりません。どこどこにあるんじゃないって言ったらありました。そう、前までサラも食中医だったよ。だんだん違うなって。でもそれを言える人は多分今あれだよ、いい銃なんだと思う。当たり前なんじゃない。でもなんか自分の願望だよね。何が一番欲しいかってことはさ、何が一番足りてないかってことだからさ、そういう人は食が足りてないんだよ。なんか美味しいもの食べた方がいい。ママすごいですね。時間が一番欲しい。それを言ったら終わりだ。いつもありがとうございます。でもなんか別にさ、24時間って決めなくてよくない？なんか1日が24時間ってさ、考えるからよくないんだよね。1日に日がさ沈むのが2回って考えればさ、48時間なわけじゃん。48時間、1日48時間にしたって別に良かったのに、誰かが24時間って言ったんですよ。だその人がちょっと悪いかもしれない。1日48時間ってことにすればいいのに。ございます。人間に必要な睡眠時間の問題じゃ、1日に1回しか寝ちゃダメなんて決まってないじゃない。 1日が48時間で2回ぐらい寝てねって基準だったら、それは1日なんだよ。そうしようよ。地球が2回回るのが1日ってすればいいじゃん。24って数字は割りやすいから、使いやすいから。48も割りやすいよ。だからもう私は48時間の世界線に行きたいです。一緒に行きますか。どうもありがとうございます。48時間で2回公演してくれない。それはさ違うじゃん。なんか違うそれは違うじゃん。違うじゃんって言ってもさ、2日連続やってる時はそういうことなんだけど。いいんだよ、正月って決めなきゃいいんだよ。もういつでも祝日だよみたいな、いつでも一日があることを祝おうねみたいなさ、スタンスに変えていこうよ。みんな前はあったよね。制服目の初日がもう1日3公演分ぐらいだったから、なんかそう考えると頑張れないことはないよね。全然ございます。ロング死んじゃすぎ、さすがに。おはよう。全然いいか。
と思うんだけど。だってさ、そしたらさ、休みの日はさ、2日休めるわけだよ、強制的に。今の基準でいけば全然違くない？それって違うんじゃない？3日頑張って1日休むどうでしょう。いいじゃん、めっちゃよくない？それって。でも3日って言ったってさ、3日分しか働かんて。多分働かないよ。土日休みと月水金休みならどっちか。絶対土日。なんかこまめに休んでこまめに行った方が疲れると思う。どうもありがとうございます。ただ今日って休みだっけみたいなのが多くなりそう。そしたら365日じゃなくなる。そうだね。結構大変じゃない？それって。大激ありがとうございます。そういえばなんかもう DM 見れなくなりました。なんかさ、前まではさ、特定のさ、なんか数人がさ、なんかこうかいくぐってさ、なんか遅れてたみたいなんですけど、なんかさ、もうなんか怖くなった。どうもありがとうございます。まあでもあれなのかな、3人ぐらい通り抜けてたのが変なことなのかな。ありがとうございます。その携帯直ったは多分違う子じゃない？間違えてそう。それそう、なんか買いくぐって遅れてる方もいたんですけど、そっちが変だったのかと思って。届いてないと思う。なのでまあなんかちょっと今はメールの返信をちょっと見れてないんですけど、落ち着いたら見るので。
ってください。メールの返信の方に。こうイルカ方式でいくね。片方寝て片方起きるみたいな、イルカと同じでいくね。今からもともと DM を送らない設定にはしてあるんですけど、マグロか、え、わかんない、マグロは回転しながらか、イルカじゃなかった、これ片目で寝て片目であれなの、違う、え、わかんないんだけど、違う、片方ずつ寝るのってどっち、マグロは泳ぎながら寝るのか、確か。でもね、イルカってそうだよね。そうなんですよ、イルカは。そう。で、海の中危険だからじゃない。でもそんな器用なことできるのいいよね。寝ないよ、この後。やばい。やばい、体にピースしないと、体にピースしないとさすがにやばい、さすがにちょっと体にピース求めてる今、体にピースしていかないと。すいません、見ないでください、言おうか、すいませんね、なんかちょっと頭が流れてるのか、さすがに体にピースしないと。配信ありがとうございます。
ットどころじゃないぐらい短いよね。めちゃくちゃ短いよね。結構短い。もうご飯何食べるよって。食べるかな、分かんない。食べるか分かんないけど、食べるとしてもあったかいものかな。また眠くなるよね、あったかいものなんて食べたら。大丈夫じゃないです。どうもありがとうございます焼き。ありがとうございます。眠くない眠くない。何がたい雪なの。おはようございます。どうしたの。おいしい。ありがとう、ありがとうございます。たい雪ありがとうございます。なんか なんでだろうね、それは。
わ。なんでだろう。すごっ、ご飯食べるとちょっと吹ける。おはよう、ありがとう。まあでも無理しないといけない時もあるよね。ありがとうございます。
やっぱそう思われてるよね。なんかそう思われてるってこともや、なんか悲しいですね。なんかなんだろう、なんか悲しいな。でも、爪切ってないんだよね。やばい。やばい、爪切ってない。なので思い出した。切らなきもう自主練じゃないです。どうもありがとうございます。ありがとう。おはようございます。
がとう。ありがとう。おはようございます。楽しかった昨日。眠いの我慢してさ、あとなんか怖いな。なんか傷つくコメントが多いにょ。目力が強いって言って、おおはよう。今私が気にしすぎなのか分かんないですけど、なんか今日はちょっと強めなコメントが多いです。今は時間が空かないから、あれ、ありがとう、ありがとう。手焼きありがとうございます。ありがとう。かわいい、ありがとう。え、ひどいよ。なんでそんなこと言うんだろう。ひどいかも、結構。なんか最近、結構前に一回コメントが結構ひどめなコメント多くなった時があって、その時どうやって直したんだろう。私覚えてないな。なんどうやって直したんだろう。どうもありがとうございます。なんかコメントって難しいんですけど、なんかこうさ、あるじゃん、なんかちょっとなんか捉え方によってはあれかなみたいなさ、コメントとかってあるじゃないですか。そういうのをなんか考えて送ってほしいかもしれない。なんか配信好きでやるけど、そういうコメント多くなるとなんか好きなものなのにやりたくなくなっちゃったりするから、ちょっと考えてほしいかも。今日はなんか多いかも。
はよう。わかんない、私がなんかさ、そのなんか悪いように捉えちゃってるならあれかもなんだけど、私が悪いんだけど、なんかあんま嬉しくないコメント多いかもしれないです。おはようございます。本当？そう、見てる人もさ嫌になっちゃうからね。なんかもう一日が48時間でいいよね、そうだねみたいな、そういう会話でいいんだよそういうのでいい、そういう会話がしたいかも。二度目ありがとうございます。そうだね、半分の年齢だよ。そういうのでいいよ。みんななんかなんかね、食べなさい、それは食べなさいだわ。おはようございます。うん、それはそう。おはようございます。難しいよね。頑張れって言われて嬉しい人もいれば、頑張ってるから頑張れって言わないでほしい人もいれば、難しいよね人間って。ありがとありがとうございます。なんか人によって違うのが面白いんですよね、意見は。たい焼きありがとう。私も一回友達の
地雷を踏んだことがあります友達の地雷を踏みました。一回なんか頑張ってねみたいな、そういうなんていうのなんか言ったらなんか言われてなんか返しだけどなんか言われてごめんってなったことがある。おはよう。面白いよね。私が今その状況だったら一番嬉しいと思ったことが逆だったって、まあ、仲いいからいいんですけど。おはよう。ございます。あと給食で出たあのチンジャオロースのピーマンが嫌いって言ってる子がいて、その子も仲良しちゃんだったんですけど、隣で食べててジンジャーロースのピーマンなんて味しないじゃんって言った地雷でしたそういうのあります。ダメだった。もう熱弁タイム入っちゃった。ピーマンは何しても味変わらないからみたいな熱弁されました。熱弁されたことによって給食なんか全然食べ進められなくて、昼休みが5分短くなったのは本当に嫌でしたね。なんかだってあの頃のさ昼休みなんてさ長ければ長いほどいいじゃん。竹山やりたかったしさ、もう焦ってたよ本当に。竹山取られちゃうし、舞竹馬取られちゃうし、でも給食残したら言われちゃうし、でめっちゃ急いでた。でもこれに関してはな傷というよりただ向こうが熱弁し始めただけだけど、でもそういうこともある。人間だもの。そう、ギリギリのもう竹山ってあの高さがちょっと変わるだけで全然違うんですよ。でなんかやっぱ小学校って身長とかさ6年生か1年生までいるから、短いのとか長いのとか、あとなんか補助輪みたいな、輪じゃないけど補助竹みたいのがついてるやつとかいろいろあるんですけど、補助竹がついてなくて中間の長さのやつで、竹馬を乗るところずらせるんですけど、そのちょうど楽しいぐらいの高さに、合わせたやつを毎回使ってて、でわざとマットみたいなのがあるんですけど、それをの横に隠しておくんですけど、遅れるとたまに誰かが多分マット使おうと思って竹山見て竹山やりたくなったとかちょっと。そうだよ、竹山奥深いよ。